で12レース2着になりました栃木の松木匠選手です。お疲れ様でした。本日坂井選手との連携になりましたけども、組み立てはどういう作戦だったでしょうか。まあ、細切れでちょっと読めない部分があっての、まあ、ちょっと脇本さん切りきて迷っちゃって後手踏んじゃった部分がありますね。まず、どうちまあ脇本さん切りに行ったところとか、まあ、あと金谷さんとかにも、まあ、ちょっと横をやってる感じはありましたが、ここは一応いいとこ取りたいみたいな感じだったんですか。ね、そうですね、やっぱり脇本さん短期突っ張っても他のラインには使わずに出られちゃうので、ちょっと迷った部分があって、はい、ワンテンポ遅れてしまいました。まあ、郡司選手は先行になりましたけども、そこはちょっと予想外だったっていう感じはありますか。いやもう多分ああなったら来ちゃうなと思って、来なかったらそのまま叩こうと思ったんですけど、ちょっと来てしまってちょっと後手踏んじゃいましたね。まあ、幕前であの小林選手が仕掛けてますの上を乗り越えていったわけですけども、はい、ご自身足の状態などはいかがでしょうか。今回から新車なんですけど、その感じはいいと思います。であの明日ですね、まあ、12レースなんですけども、戦い方を教えてください。そうですね、自分らしいレースをしっかり自分らしいラインに向けたいと思います。わかりました。では、残り3走ですね、意気込みをよろしくお願いします。一走一走頑張ります。応援お願いします。